最終的にグランプリはハン・イシューさんにありました。横浜の地で創業し、日本文化の影響を受けてグローバル企業として発展を遂げてきた私たち日産が、社会の前進に欠かせない創造性や日本のクラフトマンシップを次世代へとつなげていくことは、企業の存在価値に通じています。個人が今の状況の中で社会に生きているかということを表現しました。詩のようなものとして極めて抽象的に描くということをしたのではないかと思います。これをきっかけにもっと自分自身の表現を磨いていけるチャンスでもあると思っているんですよね。アーティストにとってこういった機会っていうのは滅多にないことでもあり、なんかこのショーが今後も、続けていってほしいなと思いました。The fundamental theme of the trophy was this infinite cycle of creativity and movement. And we've done a few versions of it, but this year we made a deliberateintention to incorporate some electrification with material. ホンアワードが未来に駆け出すアーティストの方々の次なるステージへの架け橋になることを期待しています。The artist gives us the more accurate mirror of some of the issues that society.is dealing with, but we don't see it necessarily. This is why we support the arts and why we are happy to do it.